レビッキー三章会食の生贄もし捧げ物が会食の生贄でその人が牛を捧げるならオスであれメスであれ血管のないものを主の前に引いていかなければならないその人が捧げ物の頭に手を置き会見の幕屋の入り口でほふると祭司であるアロンの子らは その血を祭壇の周りに打ちかける。その人は会食の生贄から主への火による捧げ物として、内臓を覆う脂肪と内臓周辺のすべての脂肪、二つの腎臓と剣についた脂肪、そして腎臓と共に切り取った肝臓の微上用を携えていく。アロンの子らはそれを祭壇の燃える焚き木の上にある。 焼き尽くす生贄と共に焼いて煙にする。これは主への火による捧げ物、なだめの香りである。もしその人の捧げ物が主への会食の生贄で、それが羊であるなら、オスであれ、メスであれ、血管のないものを捧げなければならない。もしその人がお羊を捧げ物にするなら、それを主の前に引いていきなさい。その人が、 捧げ物の頭に手を置き、会見の幕屋の前でほふると、アロンの子らはその血を祭壇の周りに打ちかける。その人は会食の生贄から主への火による捧げ物として、仙骨のところで切り取った油をすべて、それに内臓を覆う脂肪や、内臓周辺のすべての脂肪、二つの腎臓と剣についた脂肪、さらに、 腎臓と共に切り取った肝臓の微乗葉を携えていく。祭司はそれらを祭壇で焼いて煙にする。これは食べ物としての主への火による捧げ物である。もし捧げ物が親木であるなら、その人はそれを主の前に引いていかなければならない。その人が親木の頭に手を置き、会見の幕屋の前でほふると、 アロンの子らはその血を祭壇の周りに打ちかける。その人は主への火による捧げ物として内臓を覆う脂肪や内臓周辺のすべての脂肪、二つの腎臓と剣についた脂肪、さらに腎臓と共に切り取った肝臓の微乗用を携えていく。祭司はそれらを祭壇で焼いて煙にする。これは食べ物としての 火による捧げ物、なだめの香りである。脂肪はすべて種のものである。これはあなた方がどこに住もうとも、世々にわたって守るべき、常しえの掟きである。脂肪持ちも、決して食べてはならない。